皆さんこんにちは。旅が大好きなラブポートです。G'day, it's Love Port, the Travel Lover. 今日はオーストラリアの鳥がたくさんいる場所に行った時の様子をお伝えします。皆さんこんにちは。今日は埼玉県越谷市にあるオーストラリアのシドニーのちょっと南に下ったところにあるキャンベルタウンっていうところからオーストラリアの鳥たちを寄付された越谷市に、なんか姉妹都市みたいで、でそこに行ってみようと思います。なんか動物園っぽくなってるらしいから妹連れて行ってきます。付き添い。ほら見て、キャンベルタウンだから、これ鳥の形見えるかな。これ香港で買ってきた、なんだっけ、ジェード目の鳥のやつと、このスカーフはオーストラリアの友達が送ってくれた桃色インコから、桃色インコじゃないか、街中に普通にいる鳥のやつ。なんか見えてない、丸い人があるって。来た。おはよう。はい。外人が暑い。寒い。山来たってごめんね。はい、いえ。長い。あれ、ほら、風がないか。着いたよ。意外と風ないじゃん。キャンベルタウンなかなか忙しい。なんかさ、近くに公園とかもあったから、そういうので人来てんじゃないのかな。あら、もうこうやって、あ、その上だね。ほら、大吉公園。本当じゃん。ここの住所だと思う。暮らし。だから入り口のところトイレだから。イラスト屋じゃない。あの可愛いイラスト。わあ、あ、しかもユーカリだよ、ほら。いやー、泣いちゃう、こんなの。すごい。United with my sister. See, we are at Campbell Town.Wild birds, it's all from Australia. I'm so excited. There are like eucalyptus. チャンネル登録してね。なんかさ、アイちゃんなんか顔が真っ赤な。こんにちは。行ってみよう。多分こっちが閉まんないと開かないんだと思う。じゃないと逃げちゃうから。うん、はい、もういいですよ。理解力悪くない？二人とも。普通そうだろ。すごい。待って、どこにいる？あ、飛んでる。そこに金華鳥の巣があるよ。あ、落ちてくるね。あ、また飛んできた。やばい。あ、2個。え、可愛い、綺麗だし。あ、ちっちゃい。本当にちっちゃいね。スズミよりちっちゃいじゃん。あれがもう。金華鳥がいるよ。見えるかな。ああ、チュン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 って飛んでる。多分あれメスとオスなの。え、見て、もっとくっついた。君、金華鳥に似てるな、丸くて。かわいい。
これはあんまり珍しくない。あそこにもいるけど見えやしないよね、やっぱりビデオだと。ほら、ここ、あ、いた？あー、かわいい。ほっそりしてる、朝のお休み時間。びっくりしないわけ。まあ人いつもいるし、これ人懐っこい鳥だから。スプーパーク、あー多分私見たことないわ。スプーパーク、アンチュスプーク、オスとね、メス2羽いるの。見えるかな。食べたよ。それサパーブパロットっていうやつ。こんな下まで下がってきたの。かわいい。でね、金花鳥がすっごい長い枝持ってさ、うん、できた。そこの子、ほら、すごい。すごい枝持ってる、ほら。すごい枝、あ、そこが巣なんだ、ほら。あ、海水バレました、交換によって。オカメちゃん、オカメちゃん、It's like peekaboo。これもつがいかな。羽でお家ふわふわにするのかな。葉っぱも回収して、もうすぐ春だからあれだね、小作りだ。かわいい。何まで来たい。ねえ、こいつくんの超近所にいたね。まだ回収してる。頑張れ。せっかく集めたの落としちゃってるじゃん。気づかない、あなたがすごいわ。普通に一緒に進んでたよ。これでしょ、本物。桃色インコだったらどこにでもいるわ。そしたらみんなで水浴び、かわいい。これはオスだね、カラフルだから。あ、かわいい。みんなで歩いてかわいいね。寒くないのかな。ね、日本語喋ってない。何喋ってんの、何喋ってんの、何喋ってんの、何喋ってんの。そっち、初めてこちら側に来てたよ、一人。
足どうしたの？みんなの片足。うん、もうちょっとあんまり怖い怖いよね。こいつくんずっと見たがってた。俺あいつ見てないし、あれいるじゃんそっちに。カワセミ、地獄カワセミだからそうなんだ。見るわ、もうだって肉食だもん、この人。うん、魚食べない？魚とか食べる、ハムもあげれば食べるし。ハム飲み込んだね、一気に。こっち見てくれたらもう。ね、よりプリとしたんですけど。よく覚えてた。なんか動いたのが見えたんじゃない？くちばし大きい。なんだな。立てる気がする。ほら、エミューの羽ってこういう風に最初から枝毛なんだって。Did you know Emu's hair has two branches? I didn't know. もう恐竜だよね。普通に道路とかに出てくんだぜ。怖っ。走ってるよ、夕方になると。早い。ホラリアで。なんか見たことね。見たよ、クイーンズランドで。あら、いたじゃん。食べてんの？そこの木のやつかな。何食べてんだろうね。入り口もブラックコカトゥーのなんかアートがあって。可愛かった、楽しかった、ありがとうございました。これ100円で入れるってすごくない？インスタグラムもよろしくね。そしてお昼はキャンベルタウンの近くに見つけたお蕎麦屋さん、うちそば、つがる。美味しそう。藤は春？お参りしよう。天然記念物だよ。だってさ、天然記念物に登録されたのいつだと思う？昭和16年だよ。こっからずっと入ってるの？大先輩だよ。入ってないの？ずっとこうホテルしてやってるの。そっち何なんだろう。修道館ホールって何だろう。え？なんか役か。じゃあシュリはおみくじを探してた。どこに大吉って書いてあるの？ずるい。いきなり初っ端からやべえ。私は上り調子。調子に乗るんじゃねえ。主人まず お参りしてからだよ、おみくじは。え、ここじゃない？そうだよ。私もお参りしちゃった。
シュリちゃんは祈りしてる。大吉。嘘でしょ。なんで二人して大吉なの。何番だ。何番。46。11番。11番じゃん。しかもゾロ目。いいじゃんゾロ目。11。気持ちいい。出口だよ。締め縄じゃなくてなんて言うんだろうか、あれ。なんかすごくない？なんかゲジ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 みたいな。うん。ずいぶんリズミカルなカラスだね。すごいね。立派。すごい立派。一つ一つがすっごい大きいね。この日は妹となんと約半年ぶりくらいに会えたので、すごく楽しく過ごすことができました。嬉しかった。 My sister and I live like 30 minutes away from each other, but we hadn't seen each other for more than 6 months because of the COVID. So it was really, really nice to see her and catch up. 鳥が大好きとか、あとオーストラリアが大好きなんていう方は、ぜひキャンベルタウン、関東圏の方行ってみてください。楽しいです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。 Thank you guys for watching. See you next time. さあ帰ろうか。皆さんのお近くでどこかオーストラリアが感じられる場所なんていうのがあれば、ぜひ教えてください。行ってみたいです。恋しい。